はいそれでは最後にですねこのオーディオコントロールとカメラコントロールについて触れておきたいと思いますブラックマジックの ATEM スイッチャーではオーディオコントロールまあ入力されたオーディオの調整ですとかカメラの調整まあこういったものができるようになっていますこの初級編ではあまりですね深くは突っ込まないんですけれども公式のビデオでオーディオコントロールカメラコントロールに触れておりますので興味のある方はそちらも見てみてください